おはようございます。TZ48 代表の桂田玄太郎です。こちらのライブご覧の皆様は7月28日朝6時10分を少々回りました。それから YouTubeTZ48 現チャンネルをご覧の皆様は同じく7月28日 午前中です。はい、こちらのライブを一度スマホに保存しましてからの、えー、YouTube にアップロードでございます。YouTube 時差が生まれます。ご了承ください。TZO48 は、視力障害者が中心に運営する飲食店、企業に向けて活動している団体です。いつも応援ありがとうございます。TZO48 でございます。TZO って何ですかってたまに聞かれるんですけども。 ここにお集まりの皆様はもうご存知でしょうが、繰り返し繰り返し言っておきましょう。TZ、ただの全盲のおっさんーただの T、全盲の Z、おっさんの O でございます。はい。私、桂田源太郎が48歳の時に設立した団体、それが TZ48 でございます。はい。そんな TZ48 を応援いただきたい。 見守っていただきたいという気持ちを込めて、Facebook の中に、ファンクラブ、アットマーク TZ48 という非公開グループを設置しております。はい。えー、こちらのグループ、ただいま、419名の皆様にお集まりいただいております。ありがとうございます。はい。参加、加入のボタンを押していただくだけで完了でございます。ぜひぜひ、えー、どしどしと <laughs>、ぼちぼちと、 お集まりいただければというふうに思いますよ。はい。えー、会費もかかりません。<laughs> 怪しい団体でもございません。よろしくお願いいたします。うん。それから、えー、こちらの朝礼、ご覧の皆様に、えー、スポンサー様のお名前の下、URL が6行ございます。 こちらの URL はお友達が出版している紙書籍、電子書籍のご購入、ダウンロード URL でございます。はい。とても素敵な6冊となっております。よろしくお願いいたします。はい。えー、ご一読いただければと。もう読んだでってね、おっしゃっていただける方もたまに、えー、いらっしゃいます。はい。宣伝しててよかったなと思いますよね。はい。 ハッピーがどんどん循環しますよね。呼んでくださった方もハッピー著者。著者の皆さんもハッピー。はい。それからこの、その下、えー、ファンクラブアットマーク TZO48 の会員さんの皆さんの活動紹介ということでですね。まず一つ目、僕たち視力障害者。えー、僕はですね、私は全く目が見えない全盲という状況なんですけども、全盲の人とか、 えー、少し目が見える人、弱視の人、いつも言ってるんですけどね、なんかね、あの、お話、人前でさせていただく、講演会とか依頼いただくんですけども、そんな時に言うんですけども、弱視の方、えー、少し目が見えてらっしゃって、でも視力が弱い方、見え方が色々、えー、視野が狭かったりとかする方、えー、弱視って言うんですけどね、弱視の方も白い杖持ってます。白い杖持ちながら、 例えば新聞読んでたり本読んでたりえスマホをね顔近づけてスマホを操作してらっしゃったりする人にねこれねなんかあのこの頃もう殺伐とした世の中なのかもしれないけどね「目が見えない人のマネすんなよオラー!」言うてね絡む人がいてるらしいんですけどもね目が見えない人のふりしてるんじゃないですからねえ彼らは弱視って言って視力があるけれども えー、弱かったり見えにくかったりいろんな見え方、えー、視野が欠けていたりとかそういう方ですので白い杖持ちながらスマホ操作してても何らおかしいことではございませんので、えー、こ,ここに、ね、お集まりの皆さんはよく分かってくださっているとは思うんですが、はい、よろししくお願いいたします、はい、そういう、えー、全盲とか弱視の方が、えー、白い杖持ち運ぶ時にスタイリッシュに、えー、持ち運ぶための。 白状ポーチ。ポーチを作ってくださっている会社の URL ご紹介。それから、えー、自閉症啓発をテーマに、えー、ブルーカラー、青色のグッズをたくさん作ってくださっている会社の URL ご紹介。この二つを、えー、紹介させていただいていますよ。さあさあ、こんな風に皆さんもこちらの朝礼の画面でご自身の活動を PR してみませんか桂田玄太郎に、はい、メール、メッセンジャー、LINE などで えー、お届けいただけましたらこちらの朝礼の画面に反映させていただきますはい月曜から金曜朝6時10分桂田元太郎が寝坊しない限り体調不良でない限りそして一番心配な二日酔いでない限りははい毎日月から金まで6時10分から朝礼させていただいています、えー、そちらの朝礼の画面でですね 皆さんの活動、えー、毎日毎日紹介しますよ。ご活用ください。もう、遠慮なさらずに言ってください。こんなん言うとあかんのかなとかじゃなしに言ってくださいね。はい。ぜひぜひご活用ください。それから、ファンクラブアットマーク TZ48 にお集まりの皆さんは、ご自身の活動、ご自身の手で、えー、ご自身が関わっていらっしゃる活動、今、ハマっていることを応援したい、えー、団体とか、応援したい人の情報、 などを、えー、写真動画 URL リンクなどを添えてご投稿いただけますのでファンクラブアットマーク TZ48 も合わせてご活用くださいそれでは青山さんおはようございます晴れです暑いです暑いですね川上さんおはようございますあ、船岡さんお久しぶりでございますおはようございます 暑いよね。うん、増えてきたね、コロナね、川上さん。あ、戸谷さんおはようございます。とんでもなーい。えっ、ー、と、さあ、今日は、どんな話題にしようかな。なんか、なんかないですか話題。あの、いや、あるんですよ。話題用意してきてるんですけど。えー 4名様、ちょっと雑談しましょうか。なんかないですかあコ、コロナ増えたよねって川上さん言ってくださってますけど。ねえ、なんかまあ、これ、また、まん延防止とか、緊急事態とかに移行していくんですかね。うーんできれば、個人的にはもう、やめてあげてほしいなと思ってるんですけどね。でももう、ね、国とか自治体が決めることなんで、 そこに住んでる、そこに乗っかってる、えー、我々としては、えー、まん延防止や、って言われたら、そうですね、うん緊急事態や、って言われたら、うん、そうですね、っていう感じにならざるを得ないわけですけども、なんかね、こ個人の自助努力で、どうにかな,なれへんから増えてるんですかね。でもなんか、うん、個人的には、 なんか数字ばっかりに一喜一憂するのもどうなのかなっていうふうには思うんですがまあこれでもそれこそ僕の個人的な見解なのでねあのー、皆さんは皆さんのそれぞれの思いで、ね、生活しなければだしすべきだろうし、えー、そういう感じなんですけども何か <laughs> 話題ないですか 雑談しませんでは雑談のネタの10日も情けなのであのそう書けない状況もありますもんね朝忙しいねんってお前にコメントしてる暇ないってってお弁当作りとかあミニーちゃんおはようございます えー、何にしようかな話題いっぱい、なんかね、ずーっと過去から、あの、持ってる話題で使ってない話題っていっぱいあるんですけど。うーん。何にしようかなーちょっと待ってくださいね。よいしょ。じゃん。今日の話題。 あら、消えてもらった <laughs> えっとね何がいいかなあこれ面白そうああそうかあ そうかそうかあのまん延防止とか緊急事態やってしまうと給付金出さなあかんから国もそのお金がないかもやからこのままで推移を見守るかなーって言って川上さん書いてくださってますねこれちょっと面白そうな話題ですよえっとねふりかけに はい。ゆかりってあるじゃないですか。ふりかけの。ふりかけのゆかりが、なんと、<laughs> 飲料になったっていう話題です。ゆかり。えーって。で、ゆかり、あの、ゆかりのふりかけ溶かしてるわけじゃなくて、えっ、ー、と、三島食品さんっていうところが出してる、 はい、ゆかりドリンク三島食品さんっていうところが作って新発売したゆかり赤シソドリンクゆかりっていう商品みたいですねどんな味すんのやろこれねなんかね赤シソのジュースなんですってでもあのあえてその ゆかりって、しそ味してるけど、赤しそやってんね、原料。赤しそが入ってんねんね。ゆかり、赤しそジュース。はい。えっ、ー、とね、赤しそドリンク、ゆかり。これ、三島食品さんの、えー、って思ったんで、ちょっと、<laughs> いつもあの、食品のレシピを持ってくるんですけど。 えー、これ面白そうと思ってああね川上さん <laughs> 安倍さん安倍さんが国葬に金出せるんやったら支援金出せるんちゃうんでうーんそれも一理あるかもですねゆかりこれちょっとなんかでも変わったドリンクってありません、ね、なんかこ、この間 んやったっけえー、っと、ええー、Facebook の投稿でなんか変わったドリンク紹介してる記事拝見しました。んやったっけぎょ、餃子餃子サイダー合ってるかなこう、あの、記事投稿した人がこう、朝礼に今日来てくださってたら合ってるって言って確かめれるんですけど、餃子サイダー なんか餃子サイダーの生地あったような気がする。この間変わった飲み物。えっとね、なんかね、俺飲んだことあんのは、わさび味ラムネ。確か、わさび味のラムネ。確かにね、あの、シュワシュワしたラムネの味するんですけど、ラムネってあれね、あの、飲み物のラムネ、ビー玉が入ってるやつ。ビーンのとこに。ふにゅってしたビーンになってるやつね。 あれが、確かに後口がね、ツーンってするんですよ。わさびラムネ。からしじゃなかったの、わさびラムネ。なんか、変わった飲み物に出会ったことある人、食べ物でもいいですよ。あのね、この間ね、なんか、岐阜岐阜のなんか、えーと、岐阜のなんかね、お土産で、 ラーメン、とん、とんこつラーメン、とんこつラーメン味、ちょっとタイトル忘れた。とんこつラーメン味ドロップ。ドロップって、あの、缶に入った、佐久間のドロップですよ。缶缶入った。で、やったことがあの、もらったことあります。缶のドロップがね、ほんのりだから、甘いんやけど、奥の方に、ラーメンの出汁味がね、潜んでるんですよ。 と何かななんか、ないですか変わった。あ、え、餃子味の柿の種それはでも、美味しいよね、絶対。美味しいっていうか、いけるよね、おつまみに。餃子味の柿の種。あとね、なんかね、ジンギスカンキャラメルってなかったっけななんかね、 あの、本来甘いであろうキャラメルがね、しょしょっぱいというか、そんなんもなんかね、お土産でもらって食べたことあります。はい。餃子味の柿の種。なんか他、皆さん、ないですかね。情けですね。 情けなのか、皆さんあ、朝のご、お支度でお忙しいのか。今日は、えー、三島食品さんというところが発売している赤しそドリンク、ゆかり。ね。あのー、ふりかけの赤しその、でもなんかクエン酸とか甘味料とか入ってるんで、あ後味は甘いんでしょうけど、あの、<laughs> ゆかりのふりかけはしょっぱいですけど、あのー、ドリンクなんで、えー、 甘い後口になりそうな原材料が書いてありましたが「えー、赤しそドリンクゆかり」をちょっと変わってるなと思ってご紹介した今日の朝礼でございますがはい皆さんのお名前をじゃあ読み上げましょうかね6名様青山さーんうん川上さん え船岡さん、とたにさん、ほんでミニーちゃん、えっと表示が出てるのはこの5名様だけでしょうか。今日はあのいつものレシピ紹介じゃなくえゆかり 赤、えー、シソドリンクゆかりっていうふりかけのゆかりと一緒の材料で作ってみたでドリンクが、えー、三島食品さんというところから発売されてるよという、えー、ちょっと一風変わった、えー、話題を、えー、お届けしましたえー、それみんな名前読ませてもらったよね大丈夫ですねはいそれではえー 朝礼はまた明日、えー、朝6時10分に元気にお会いいたしましょう、えー、そしてそして今日も一日健やかに安全運転でお過ごしください、えー、じゃあまた明日元気にお会いしましょうね、えー、お相手は TZ48 代表の桂田源太郎でしたバイバイなんか え、ゆかりの姉妹商品あるよね。パッて出てけへんけど、ふりかけ。ゆかり。え、ゆかりと、なやけな。あかりなやけなんかおんねん。兄弟。なんやったゆかり、あかり。なんか三、三姉妹やねん、確か。あれー、思い出されへん。ゆかりとあかりと、なやけな。また、く、コメントください。 ねえ太郎。バイバイ。